ロレス版にはたくさんの都市伝説が存在する。その中でも最も有名な都市伝説、それは血塗られた卵。そして今回紹介する都市伝説は巨大氷。普通の氷は小さくて可愛らしい氷だが、この氷は人を殺してしまう殺人氷である。僕たちはこの都市伝説を追って調査を行う。高評価の目標は500。みんな高評価を押さないと卵に襲われちゃうかもよ。こんにちは、ジンザベースです。そしてどうも、アートです。はい、ということで今回なんですけども、今回は秘密のお留守番の都市伝説を挑戦したいと思います。さあ、ということで今回なんですけども、今回はね、あーちゃん、殺人氷というものは知っていますか？もちろん知ってるよ。いや、マジで怖いよね、あの都市伝説。いや、怖い怖い。結構ね、触れてはいけないっていう風にね、運営さんからも注意が行われてるぐらい危険な食べ物らしいです。というものがあるので、早速それをやっていきたいと思うんですけども、まあ、儀式を行う前に、何か異変がないか、ちょっと部屋中をね、探索していきましょう。やっていきましょう。ということで、やっていきましょう。前回とは違って、ちょっとね、向こうの方に行くんじゃなくて、このリビングを、ちょっとね、何か異変がないか調べてみよう。けど、なんかほら、見て、あーちゃん。早速、異変を発見したかもしれない。どうした、どうした？フランスパンの数が異常に多い。すごい、ここに3個いるじゃん。ここに3個いるんだけど、待って。すごい。異常じゃなくて普通かもしれないけどね。もしかしたら。まあ普通かもしれない。まだわかんないよね。あ、何が起こった今。四匹目、四匹目。今いた。ほら。あー、いるいるいる。四匹目のフランスパンだ。すごいすごいすごい。おかしいでしょ、これはもう完全に。おかしいね。たまたまなわけじゃないでしょこれ。本当にたまたまなわけないよな。さあ行きましょう。じゃあ次のとこ行きましょう。こっち行こう、あーちゃん。この一番怖いところがあって、ジン君が正面に見えてるこのだるまさんいるんだけど、このだるまさんが夜になると一匹消えてるらしいです。怖くない？怖すぎる。とか、このだるまさんの目が動いてるとか、いろんなやつがあって、このね、服って書いてるんだよ、この黄色のところ。この服の線がね、4つあるんだけど、ピッ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 って、その4つの線の1つが消えてるとかね、たくさんの線があるから、マジで怖いんだよね。結構細かいね。結構細かいんだよ、都市伝説っていうのは。都市伝説というか、まあ七不思議、結構心霊に近いよね。よし、じゃあ次のとこ行きましょう。行きましょう。小さな畑も見てみる？あ、見に行ってみるか、一回。一回小さな畑見てみよう。来たぞ来たぞ。さあ、やってきました、小さな庭。小さな庭ね、結構異変が多いからね、ちょっと探していこう。多いらしい。しっかり探していこう。ちょっと水あげてよ。水あげよう。水あげるか。あーちゃん、砂糖できちゃったから。うまくあげれるかな。あーちゃん、砂糖できちゃった。やばい、水あげできん、あげれない、うまく。ちっちゃくて食べれないんだ。これね、時間経つとね、腐っちゃうから気をつけた方がいいよ。大丈夫そうか。あーちゃん、帰ってきたら。よしよし。あ、帰ってくるか。じゃあ、あーちゃんがね、帰ってきてる間に、ジン君はね、都市伝説、周りに異変がないか探そうかな。え、待って、あーちゃん、画面が…ねえ、どうしたの？え、あー、どうしたんだ。これおかしい。あーちゃん、どうしたの？今ジークこうなってんだ。何が起きてんの？都市伝説。急に画面が切り替わる。こうなっちゃった。やばい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 。怖い怖い怖い。何これ何これ。怖い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 。普通に怖い普通に怖い。怖い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 。何が起きてんの？儀式も何もないのに早速怒っちゃったんだけど。すごいすごいすごい。ビリビリしてる。やばいやばいやばい。一回ちょっと秘密のお留守番消そう。さあ、ということで、何やらね、今確認してみたんだけど、あーちゃんの音声がね、入ってなかったんだよ、あーちゃん。何やってんの、ジン君。これね、さっきまで設定したんだけど、これ完全に都市伝説っていうか、もう奇妙なバグが一気に起こりすぎてる。おかしいよ。ちょっとね、さっきね、ずっとあーちゃんと喋ってた風になってたんだけど、収録側で見たらあーちゃんの声入ってなかったんだよ。怖くね？いや、怖い怖い。すごい怖いね。今からね、あーちゃんの声にシフトチェンジしたらね、しっかり、あーちゃんの声しっかり入ってると思います。すいません、皆さん。はい。早速やっていきたいと思うんですけど、儀式の方を行っていきたいと思います。はい、やっていきましょう。ということで、儀式をするにはですね、ちょっとキャラクターを変えないといけないので、やっていきたいと思うんですけど、こちらのキャラクターでいきます。ドラゴンフルーツでいきましょう。はい、やっていきましょう。ドラゴンフルーツがね、儀式キャラクターと言われてますね。あ、そうなんだ。はい、ということで、小さな庭に行きましょう。よし、ということでやってきました。ということでね、やりました。やっていきたいと思うんですけども、さっそく種をね、適当に見つけていきましょう。見つけていこう。お母さん持ってきた。確かに確かに、これも心霊現象もしかして。これ心霊…うまくなっちゃう。なんか…それで入れちゃおう、入れちゃおう。もう奥に行って。いや、難しいこれ。奇跡奇跡。
入った。ナイスナイスナイス。おい、痛い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 。よっしゃ、すごい。オッケーオッケーオッケー、一旦儀式完了。これでね、やったー。ちょっと待って、一回時間待ってみよう。一回時間待ってみよう。待って待って待ってみよう。時間経って様子がおかしくなったら危ないからね、一旦ちょっと離れよう。離れないじゃん。怖い怖い怖い。すごい入った、一発入った、すごいな。すごい一発でいったよ。でもなんかコツ分かってきますね。上に乗ったらいけそうだね。そうだね。いや上に乗ったら乗ってきた。やばい、ごめん、ビリビリする、ビリビリする。あーやばい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 。あーロード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 入った。やばいやばい。キッ、あ、来た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 。何ここ、なんだここ、なんでな。そうだろう。そう、ということで、あーちゃん、異変がね、もしかしたらあるかもしれないから探索してみようか。探索してみよう。あーちゃん、ここ、あー、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ、何があった、やばいやばいやばい、何今のジャンプ。え、やばい、なんか急に力が湧いてきたんだ、あーちゃん。あれ、なんか特大ジャンプしたけど大丈夫今の、完全に。いやいや、都市伝説かもしれない、これ。一回上行ってみよう。行ってみようか。俺の色なんか赤いんだけど。怖い、すごい怖い怖い怖い。え、なんか血で染まってないのこのお風呂。怖いよ。やばいやばいやばい、血で染まってんだけど。血、え、怖いね。え、なんか画面ビリビリしてるし。やばい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 。あ、またビリビリ、あー。やばい、一回戻ろう。ちょっと、怖すぎて。戻ろう戻ろう戻ろう。なんか嫌な予感がする。あ、戻れない戻れない戻れない。やばいやばい。あーちゃん、大丈夫。あー、オッケー、危ない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 。で、洗濯機にも異変がないか、見てみよう。中入るから、あ、じゃあ閉めて。うん、閉めるね。はい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 。いいよいいよ。さあ、異変がないか。うわー、え、赤い赤い、なんかめっちゃ赤いんだけど、水が。やばい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 。水が赤い。やばい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 。あ、じゃあ先逃げるね。バイバイ。赤い。逃げるなって。待って。やばい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 。あーちゃんの声がしなくなっちゃった。俺一人になったんだけど。よっしゃー、今日もやってこう。アリチンク何してんの？え？え？一人で洗濯機で何してんの？一緒にいたじゃん今。え？いたっけ？今俺あーちゃんに閉められたんだけど。え、あーちゃん今普通にカバンから帰ってきたところだよ。う、なんか後ろから気配するんだけど見ていいかな？え？見ていいよ。うわあ！え？何が起こったの？え？待って、あ、じゃあさっき一緒にいたよね。さ、あ、いたっけ？え？あ、じゃあ今あそこのレモンさんと話してたんだよ。え？都市伝説一緒に検証したよね今。え？何の話？怖い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 。え？怖い怖い怖い。ね、ジンコおかしなこと言ってるもん。さっきから。さっきから画面ビリビリしたり、本来は水なのに赤い血が流れてきたりとか。なんだそれ。テンションが起こったんだよね。へー、怖いからもう動画閉めよう俺。あー、うん。さあ、ということで今日の動画いかがだったでしょうか。いろんな怪奇現象、たくさん怪奇現象がね起こったということで、くれぐれもこの都市伝説はやらないように注意してください。あーちゃんも見たかったな。いや、あーちゃんも一緒にいると思ったけど、あのあーちゃんは本当は化けてたというか、あーちゃんのふりをしてたのかもしれないね。ということで、今日の動画面白かった、怖かったと思った人は、高評価、チャンネル登録お願いします。メンバーシップ、通知音もよろしくお願いします。ジン君のチャンネル登録して、後悔させません。よろしくお願いします。お願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ジンザベースと、あーちゃんでした。またねー。バイバイ、バイバーイ。こんにちは、ジンザベース。出せー。そして、どうも、あーちゃんでーす。はい、ということで、今回なんですけど、今回なんですけども、今回はね、こちら血塗られたリンゴという都市伝説は皆さん知っていますでしょうか。知ってるー。ということで、結構ね、海外でめちゃくちゃ有名なのかな、血塗られたリンゴ。これはですね、なぜ血塗られたリンゴだと言われてるか、あ、知っていますか。全然わからないんだけど。ちなみにこの秘密のお留守番はですね、ハロウィンのシーズンがないと言われております。クリスマスのシーズンとかエイプリルフールのシーズンがあったんですけども、なんと去年ですね、ハロウィンのシーズンだけがなかったなんですね。都市伝説が関係しているからだと言われております。僕たちが使っているキャラクターはリンゴです。このリンゴのキャラクターの血塗られたバージョンを今回は探していきたいと思います。あーちゃん探検隊頑張るぞー。まだね、前回前々回の動画見てないよって人はぜひ見てみてください。ということで早速やっていきましょうか。リンゴってもともと赤くない？これに血塗られたリンゴって
ってどんな感じなんだろうね。もしかしたら僕たちが今使ってるリンゴなんで赤かっていうと血で染まっているからなのかもしれない。血で染まっているんだ。怖いよ。僕たちがいるところこちらですね。この洗面台ですね。まずはですね、洗面台こちら血塗られたリンゴということで、この赤をね落とさないといけません。赤をね落としましょう。これなんか血って言われてるからね。赤落としていこう。で怖いよねちょっとね、血がついてるのは。怖いから一回落とそう。これまだねこんなもんじゃね落としきれてないとジンクは思うんだよね。ほうほうほう。ということで次の落とす場所行きましょうか。あーちゃん早速なんですけども、お風呂場に着きました。あーちゃん、イエーイ。お風呂に使っていきましょう。あーちゃん使っていきましょう。はい、じゃあやばい。あー二人ともミスってんじゃん。ドボンできなかったよ。あーちゃん難しいなー。3、2、1。ほっ。あーちゃん、あーちゃんめちゃめちゃ下手かもしれない。いつものあーちゃんだったらちょちょってクリアするのに、今回のあーちゃんだけなんか下手くそだね。あーなんでこれ。ちょっと手前から行くんで、手前からどっから行けばいいんだ。こうだ、行けた。ということでこのね、お風呂に浸かっていきましょう。あーちゃん浸かりましょう。あーちゃん、アヒルがめちゃめちゃ、アヒル大きすぎじゃない。確かに。待って、早速異変が、なんかアヒルめちゃめちゃ、なんかほらこのさ右のアヒルめちゃめちゃ動いてない？2倍速ぐらいで。すごい動いて、いや全部のアヒル動いてるよね。ボン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 って感じ。ボンボンボン、ちょっと触ってみるか。ほいほい、お、止めれるか。いやこれ怖いんだけど。異変でしょこれ。一回逃げよう。怖いから一回逃げよう。別のところ、別のところ。逃げよう。よいしょー。おーすごい、めっちゃ飛んだ。やってきました。おーすごい。なんか異変がないか引き続き探していきましょうということで。探しましょう。待って、なんかなんか育ってるなんか枯れてるから、ちょっと待ったらねチョコマカロンゲットできるよ。もうちょっと待って。やったー。それ抜いちゃダメだからね。わかった。一個抜いちゃうとゲットできない。待って、なんか青リンゴいない？いる青なんだけど、なんでこんな青いの？なんでいるの。怖い、待って、一回怖いから離れよう。ちょ怖い、逃げよう。早速いつも通り恒例の儀式を行っていきましょう。ということで今回の儀式はですね、ちょっとね、はい、引き続きなんですけども、ちょっとねめんどくさいんですよ。緑リンゴにしましょう。緑リンゴ、はい、これね。オッケー、それで小さな庭行きましょう。さあということでやっていきましょう。ということで儀式を行いますか。いつも通りなんで適当に種を見つけましょう。黒い種取られてる。じゃあ別の種にしよう。もうよし、ここの下になんかあるぞ種が。チン君もねこっちの方で種見つけようと思うんだよね。あ、でもあーちゃんなんか育ててるから、あーそういうことか、入れるのか。そう。ちょっと待って、ジン君も種探すから待って。さあということで今回はねこちらいつもとは違う感じで、あーちゃんに犠牲になってもらいましょう。入ってみます。さああーちゃん入ってみて。こんな感じいくぞー。せーの、おい。頑張れ、あーちゃん頑張れ。あーちゃんならできる絶対。頑張れ、みんなあーちゃん頑張ってってコメントして。頑張れよ。あーちゃん、やったー。いったということで、どうですか中の様子は。中の様子、なんか、あ、目がぐるぐるしてきた。なんかね、ジン君もすごい目がしょぼしょぼすんのよ。それ寝不足なだけじゃないの？いやこれももしかして異変かもしれないからね。異変かもしれないね。待って、なんかビリビリしてきた。やばい、ビリビリする。待って、なんか急に戻されたんだけど。怖い、急に戻されたということで早速、何か探索していきたいと思うんですけど、若干ね部屋の中がね暗く感じるのと、俺確かさ赤リンゴが緑リンゴだった気がするんだけど、なんかリンゴの色が青いんだよね。怖すぎ。あまり綺麗な青さがないということで、なんか異変がないか探していきたいと思うんですけども、異変ないな。なんか青い気がするんだけど、ガラスが青い気がするんだけど、気のせい。なんかいるんだけど。え、血だ。なんかいる。完全に、うわー、やばい、こっち来た。しかも目がない。怖すぎる。逃げないと逃げよう。やばい、絶対なんかやばい。今逃げても
今見ても無駄だよ、ジンくん。来てる来てる、あいつ。待て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 、おかしい、おかしい。逃げちゃダメだよ、逃げちゃダメだよ、ジンくん。逃げろ、ほの玄関の外へ行こう。さっきさ、玄関まで逃げたはずじゃ、あれリンゴさんが、あ、ジンくん、あーちゃん、どうしたの、こんなとこで。え、待って、あーちゃんってさっき儀式で犠牲になったはずじゃ。儀式って何、ちょっと待って、怖い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 。さっきさ、あーちゃん一緒に実況して儀式で生贄になってもらったよね。え、な、何の話、怖い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 、待って待って、おかしい、え、怖い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 、まだだ。ジンくんって、ずっと洗濯機で遊んでたんじゃないのかな。遊んでないよ、洗濯機で。えぇ、ー、怖い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 、待って待って。今、あーちゃんと一緒に都心説シリーズの都心説やったら、あーちゃん儀式でいなくなっちゃって。そうなの、ちずられたリンゴに追われたんだ。ちょっとえぐいな。怖いよ、怖すぎるよ。怖いなぁ。ということで、ちょっと今日はこれで終わりたいと思います。おー、なるほど。今日の動画が怖かったよと思った人は、高評価、チャンネル登録お願いします。あーちゃん、くれぐれも注意してください。都市伝説やらないでください。わかったー。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ジンザベスト。死にられた、あーちゃんでしたー。こんにちは、ジンザベスです。そして、どうも、あーちゃんです。はい、ということで、皆さんは、味噌菌というものは知っていますでしょうか。味噌菌、今日はね、味噌菌を、この子たち、お客さんにね、販売していきたいと思うんですけども、普通の味噌菌を売るんではなくて、今回は、あの伝説の金の味噌菌を販売します。そんなのあるの。ということで、今日はね、あの伝説の金の味噌菌を販売していきたいと思うんですけど、まずはね、味噌菌を普通に食べる前に味噌菌をね、作らないといけないということで、味噌菌をね、作る手順を踏んでいきます。麺を作らないといけないということで、小麦ですね、小麦を探しに行きましょう。行きましょう。ということで、早速一緒にやっていくんですけど、なんかいろいろね、来てくれました、みんなが、ね、やったねー。この子たちはね、きっと多分ジンザベスの動画班だと思います。だと思うよ。だと思います。ということで、早速ね、みんなで小さな庭に行きますか。ちなみに、あーちゃんはね、普通の味噌菌食べたことありますか。あるよ。いやね、ジンくんもね、2回ね、味噌菌を食べる企画やりました。1個目は、秘密のお留守番で味噌菌をバレずに食べきれるか。で、2個目は、フォートナイトでね、バレずに食べきれるかやったんですけど。びっくりしたよ、あの時。今回はね、味噌菌を食べきれるかではなくて、味噌菌を作って食べるまでがね、ミッションですので、皆さん行きますか、じゃあ。やってきた、やってきた。来た来た来た。ということで、ピモ味噌菌食べたことある？どんな質問だよって感じだけど。あ、ないですね、これは。なさそうだ。じゃあちょっと、じゃあ静か、静かに聞いてみよう、静か。あ、タカヒロ、タカヒロあるって。タカヒロあるすごいすごい、やったー。金の味噌菌、いや普通の味噌菌を作る前に、まずね、手順があるので説明していきたいと思うんですけど、まずね、今1,2,3,4,5,6,6人いるんですけど、この6人でね、種を集めましょう。集めましょう。よし、これでみんな種持ってきて。12個種がいるので、みんな種持ってきて。それでいくぞ、みんな種見つけるぞ。種見つけるぞ。始まりました。みんなでね、種を集めるんですけど、こちら緑のね、ジョールの前集合です。ここにじゃあ置いとこう、1個。はい、置いておこう。種ね、取られちゃうかもしれないけど、まあ、取られたらね、増やせばいいからね。よし、1個見つけた、1個見つけた。結構集まってきた。え、めっちゃ集まった。あ、集まってる。よし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 、いっぱい集める、集めるぞ。あと何個だ。あと5個か、あと5個。あーちょっと、あとちょっと。金の味噌菌、どういう味するんだろうね。ねえ、確かにゴージャスな味でもするのかな。ゴージャスなのかな。なんかすごい動いてるんだけど、この種。ふっ、キャッチ、オッケー。ポカッチ、種が動いてる。結構集まってきたんじゃない、だいぶ。あーちゃん、早く食べたいよ、金の味噌菌。あーちゃん、戻って。あー、泣かないで。この度はあーちゃんが泣いてしまったことをここに報告します。あーちゃん、味噌菌好きなんだ。あーちゃん、大好きだよ、味噌菌。1,2,3,4,5,6,7、7個集まってる今。あと何個だろう。あと12個だから、あと5個だ、あと5個。あと5個だ。結構集まってきてるね。待って、誰だ、誰だ、誰だ、また取られた、また取られた。誰、取られた。あった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 、1個あった、1個あった、1個あった。持っていこう、持っていこう、こっちに。取られないように。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、今10個ある、あと2個だ。あと2個ある、ここに。ここにあるよ、1個。
嘘、じゃあ持ってきてそれ。アビカビカビコ、待って、集まった、アビカビコ、アビコ来た、待って、集まった4、5、6、7、8、9、10個だ。10個、ああ待って、なんか持ってきて、10個、あった、1個、オッケー、あと1個、じゃあ無事に集まることができました。次はね、集まったら全部種をね、洗い直さないといけないので、洗い直そう、洗おう。よし、さあみんな種で洗うぞ、みんなで、さあみんなで種洗うぞ、洗うぞ。やってった、これで協力者が一人増えたぞ。やったー、これで協力者増えたね。嬉しい。さあ種洗えましたね、多分これで洗えた。ちょっと全部洗って、この水場に全部ね入れましょう。はいはい、いい感じだ。結構いい感じ。よし、洗えたか。ナイス。待って、あーちゃん、ジョロの中入っちゃった、間違えて。やばい。あーちゃん、どうしよう、よし、出れないよ。あ、出た。でもね、ミッションにあるんだけど、全員でジョロは入らないといけないんだよね。そうなんだ、やばい。大変だ。なんで出ちゃったんだよ。あー、やっちゃったー。それで人間がね、ジョロ入りましょう。入った。オッケー、入りましょう。よし、ナイス。よし。ジョロ入って。いける。止まるぞ。頑張れ、みんな。頑張れ。あー、難しい。入ってきた。頑張れ。いけー。乗ってって。リンゴさんが。うわー。このリンゴさん優秀すぎる。すごすぎる。やっぱ難しい。入った。おお、出た。何が起こるんだこれ。来たー。うわー。やったー。うわー、シェイク。シェイク。やばい。やばい。やったー。開けてくれたー。危ない。死ぬとこだった。危ない。危ねー。よかったー。2回目ね、洗濯機されたら溺れるとこだったね、みんな。危ない。そうだねー。あー、よかった。危ないよー。さあ、ということでね、味噌菌までね、もう少しなので、皆さん行きましょう。行きましょう。さあ、菌の味噌菌がね、何やらあるということなので、ちょっと探していきたいと思うんですけど、じゃあ皆さん行きますよ。じゃあ皆さんついてきてくださいね。うん、ね、キッチンの上にあるそうなので、キッチンに戻る。キッチンに戻ろう。さあ、ということで、ついに金の味噌菌が食べれます。イエーイ。この実写になりました。今実写です。実写で動画に映っていると思うんですけど、この味噌菌ですね、なんか光ってるように見えますね、この味噌菌。すげえ美味しそうだな。めっちゃ美味しそうじゃない、この味噌菌。うん、めちゃめちゃ美味しそう。いただきたいと思います。うまい。金の味噌菌だ、これは。すごい。正真正銘。みんなのおかげで金の味噌菌食べれた。やったー。嬉しすぎるよ。みんなありがとう。いや、本当にね。いや、今日手伝ってくれたね、あの動画班のみんなありがとうございます。いや、ピマとかね。ありがとうございます。タカヒロとかタツとかね。にゃにゃ猫もありがとう、みんな。ありがとう。皆さんね、よかったら、動画班とかもね、あるので、よかったら入ってみてください。ということで、今日の動画、どうなった？味噌菌作るの。楽しかったー。初めてのね、味噌菌作りだね。うん。さあ、ということで、今日はね、普通に味噌菌を食べるんではなくて、味噌菌を作る動画になりました。ということで、今日の動画いかがだったでしょうか。この動画面白かったよと思った人は、高評価、チャンネル登録お願いします。他にもですね、メンバーシップや動画のこの部分面白かったよだったら、コメントもお願いします。あーちゃん、初めての味噌菌作りどうだった？楽しかったー。ということで、皆さんね、今日もご視聴いただきありがとうございました。ということで、ジンザベースとあーちゃんでした。またねー。バイバイ。